どうもこんにちは。喋っても口が動かない美容師の森蔵です。はい、今回は、今回のお客様は、肩ぐらいの肩下のボブからもうバッサリショートに切らしてもらってます。まずそこの変化っていうのを見ていただきたいですね。そこが見どころです。かなりのショートなので、お客様も結構勇気がいったんですけれども、もう絶対に似合うと、もう僕の中では確信して切らしてもらってますので、そこの変化がまあ今日のポイントですね。そこしかないですね、今日のポイントは。で、髪質も細くて、すごくストレートの髪質の方なので、やっぱりそのカットのラインがこう雑に切っちゃうとね、だんだんになっちゃったりとか馴染んでなかったりっていうのがロングからショートに切った時って結構起こったりするんですよ。であとはなんか似合ってないなみたいな感じを受けてしまう、また自分が感じちゃうっていう経験がねある方も多いと思うんですけども、そうならないように丁寧にベースを切らしてもらってて、ほぼほぼベースを切って引きバサミでこうすいてなじませていくことが多いと思うんですけど、ほとんど僕は今回の方はそれを入れていません。もう入れなくても、綺麗になじむようなカットをちょっと心がけてやっています。で、これも結構ね多い悩みで、疲れるとやっぱり髪が傷んだりとかより広がったりとか、あんまりいいことがないんですよね。量を減らす、少なくついていくっていうのって。なので、僕のカットの場合、なるべくその隙は入れないようなカットを毎回心がけてるんですけれども、今回は特にそれを意識して切ってますので、形ももちろんリフォルムで綺麗にカットしつつの、なおかつ隙もあまり入れずに、本当にだから伸びた時も形も崩れにくいショートになってますので、ちょっとその辺も見ていただけたらなと思います。では、
前髪どうやる。まあそうだね。やっぱそうなんだよ、したくなるよね。でもそうだよね、どうにもできない。ぐらいに買ってる。そう。うん。あとロングってね、やっぱちょっと生え癖がやっぱ出るんでね。ちょっとクリームつけてあげるだけでも結構いつも森蔵チャンネルをご覧いただきありがとうございます。グッド評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。髪のお悩みやいろいろな質問等も受け付けておりますので、ぜひぜひコメント欄からよろしくお願いいたします。では、次回の動画でまたお会いしましょう。チョキチョキ。